ミルコ・デムーロは、イタリア出身の日本中央競馬会所属の騎手。2015年3月1日より、JRA 所属騎手として騎乗しており、それ以前は短期免許制度を利用して来日して騎乗していた。香港における名前の漢字表記は、とみつるらい。妹のパメラ・デムーロは、元騎手で後に調教師に転身。弟のクリスチャン・デムーロも、イタリアの騎手であり。 2011年から短期免許で来日し、2011年は船橋を拠点に地方競馬である南関東競馬で、2012年以降は中央競馬で帰場している。1994年に騎士免許を取得し、1995年にイタリアの見習い騎士リーディングに輝く。1997年から2000年までは4年連続でイタリアのリーディングジョッキーとなる。 日本には1999年に初来日。当時から、騎乗センスは非常に評判が良く日本の関係者からの厚い信頼を得ていた。2001年2月3日の小倉競馬場では1日5勝を記録。これは外国人騎手として JRA 初のことである。翌日の2月4日には小倉大商店に勝ち、重傷初制覇を達成した。2003年4月20日、 サツキ賞をネオユニバースで制止日本の GI 初制覇。続く6月1日の東京優秀でもネオユニバースに、騎乗主外国人騎手としては、初となる東京優秀制覇を達成。サツキ賞、ダービーの2冠制覇は6年ぶり19頭目。外国人騎手のダービー制覇は、史上初の記録となった。観客からは、デムールコールが送られ、デムールは歓喜した姿を見せた。 デムーロは後に、その喜びは、自国のダービーを制した時に比べても、勝るとも劣らないものだった。これだけ多くのファンに見守られ、大きな声援を送ってもらえる競馬なんてそうはない。まして今回は、その舞台がダービーだったわけだから。僕はまるで自分が、サッカーの中田になったような錯覚に陥ったと、感想を述べた。二巻を達成し、三冠達成の期待がかけられた。 ネオユニバースであったが、当時の日本の短期免許制度では3巻目の菊花賞にはミルコは帰乗できない状態となっていた。これは、日本の短期免許では年間3ヶ月しか帰乗できず、ミルコは春だけで3ヶ月分を使い果たしていたためである。しかしこの事態を受けて、JRA が新しく、同一場で1年間に GI を2章以上すれば、 その馬が同年に GI に参戦する際に騎乗を認めるという規定を設けたため、ミルコは喫花賞に騎乗することが可能となった。だが喫花賞では3着に敗れ、三冠達成はならなかった。2004年4月18日、サツキ賞を大和メジャーで勝利し、外国人騎手初の連覇を達成する。2007年は11月24日に京都競馬場で、 外国人騎士としての最多タイとなる1日5勝を再び記録。12月2日の中日新聞杯ではサンライズマックスに起乗して勝利したが、決勝戦手前で飛行機ポーズを披露し、制裁を受ける陳情を起こした。2008年は11月29日より短期免許を取得したが、その翌日11月30日のジャパンカップではスクリーンヒーローに起乗し、 同レース初制覇を飾る。なおこの時もゴール後のウィニングランで飛行機ポーズを披露していた。2009年は12月28日より翌2010年1月27日までナーで短期免許を取得した。この時は船橋の川島正幸級者に所属した。なおミルコはこれより以前にも二度ナーの短期免許を取得していた。2011年3月26日。 ネオユニバースのこのビクトワールピサでドバイワールドカップを優勝。ドバイワールドカップ初起乗初勝利を果たすとともに日本馬にとっての同レース初勝利をもたらした。日本、イタリア以外では初のビッグタイトルとなり、ミルコ自身もジャパンカップもイタリアダービーも勝っているけど、これがベストレースと語った。またこの年は、 東日本大震災が3月11日に起きて2週間後であったため多くの競馬ファンに勇気と希望を与えた。2012年は3月18日の阪神競馬第10.11競争と4月7日の阪神競馬第2競争から第11競争にかけて JRA 大記録となる機常機会級連続連隊を達成した。2012年天皇賞で優勝後、 コンババにおいてゲバし、天皇、皇后に対して再敬礼をする。レムーロ10月28日、天覧競馬として行われた天皇賞を英身フラッシュで優勝。ウイニングランを終えた直後、メインスタンド前の馬場でゲバし、天皇、皇后に対し座の形で再敬礼を行った。なお、この再敬礼は後兼量前のゲバということで、審議対象となったが、不問となった。 2013年10月には日本での通年起上を目指して JRA の機種免許試験を受験、外国人機種による JRA の機種試験受験第1号となった。しかし結果は不合格だった。この免許試験にはオーストラリアで活躍している藤井寛一郎も受験したが、やはり不合格となっている。2014年1月より、 香港ジョッキークラブの所属騎手として騎乗することになり、香港に渡った。1月11日より、騎乗開始、3戦目のレースで14頭中12番人気の馬で、所属騎手としての初勝利を挙げ、単勝式で380本ンドルという大穴を提供した。また1月19日には、東古と坂月を4番人気の進む男で勝利し、 香港重症発生派を飾った。2015年1月、JRA の騎手免許試験を再度受験し、今回は合格した。これにより、同時に合格したクリストフルメールと共に、外国人として、初めて JRA の通年免許を取得した。同年3月1日より、JRA 通年免許の騎手として、騎乗を開始した。当日は早速に、半球杯を勝利し、初日で、 いきなりの重賞制覇を飾った。二千十六年二月に騎乗機会の重賞合連勝と j r a 五百勝を同時に果たした。二千十八年一月十四日、京都競馬場で一日六勝し、記録を更新した。二千十九年に優秀品馬をラブ v e s o u で制覇したため、ボバ、品馬クラシック五大競争を完全制覇。八大競争完全制覇にも、 天皇賞、春を残すのみとなった。2020年1月より、立党所属のまま美穂に拠点を移すことになった。阪神カップ優勝時2015年札気賞2020年現在、JRA の GI で未勝利なのは、天皇賞、春、ビクトリアマイル、秋華賞、阪神ジュベナイルフィリーズの4レースのみ。ありがとうございます。